はい、じゃあ番組の企画など、発表していきたいと思います。はい、今回ですね、メタルチキン、はい、あの経験値皆さん結構困られてると思うんです、はい、ユニットのレベルを上げるための経験値、ね、育成のための経験値ですね、はい、強化合成の、うん、この異界の雰囲気、あ、ごめんなさい失礼おっしゃった、こちら経験の聖地、うん、はい、まあ、現在こちらがあるので、うん、こちらでもがっつりこう育成はできるとは思うんですけれども、うん、はい、言ってもね、まだ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 、メタルチキン欲しいと思うんです、うん、もっと欲しいっていう状況ですね、欲しい、もっと欲しいんだ経験しようっていう、あとはこの経験の聖地にそのパーティーを組んで行くにしても弱すぎるのを連れていくと結構負けちゃったりもあるじゃないですか、はい、それをこう行って育成してからクエストに突っ込みたいみたいなことも考えても、やっぱりいくらあってもなんか惜しくない、うん、いくらでも欲しいメタルチキン、うん、そんなメタルチキンの鍵、メタルチキンをプレイするための鍵というものが必要でございまして、はい、こちら異界の下に異界の銀鳥というクエストがあるんですけれども、ドドン、こちらがね、はい、画面ご覧ください、こちら、この端末ニックネーム開発1って書いてあるように、はい、運営の方から、お借りしたいただいた端末なんですけれども、うん、なんと鍵が今203個ございます。やったー、203個、なるほど、これ全国開放、ルームコード293356、293356、ルームコード293356、おー入ってくるぞ、で、おー入ってきた、早い、え、もうもうもう、おお、すげえ、じゃあ行きましょう、1戦目いきまーす、皆さんレディーをしてください、ダウンロードしてみたって、やった、ありがとう、え、みんな強え、だからちょっと後ろでですね、もうちょっと端末の準備だけしておきますね、おはおはいおはい、はい、早速鍵を10個使いました、イエーイ、ありがとうございます、はい、ガンガン叩いてきます、どうすればマルチに参加できますか、きます、マルチはまずランクを10にしてください、はい、どうぞ説明してください、はい、ランク10にして、でマルチ参加っていうところから、ルームコードをね、村井さんが言うので、このルームコードを打ち込んでもらって、早いもの順です、早いもの順です、速攻で、結構早くてびっくりした、てかみんな強いな、レベル70とかの人たち普通に入ってきたもんな、昨日から始めました、ありがとう、昨日から始めた、入れなかった、あらた、次また次のね機会が、おー、レイアスの星5進化の奥義、かっこいい、強いですか、村井さんこんばんは、始めたばっかりでも大丈夫ですか、大丈夫です、ランク10からマルチ参加できます、ランクを10にしてくださいね、はいはい、現地から今、ちょっとこの間マルチでやるんで、一緒に同時進行でタスもやろうと、やっちゃおうと、あ、もうタスでいっちゃう、来てるんですけど、はい、いいですか、そのままいいですよ、いいですよ、あ、忙しい放送になってきたな、私もちょっとコメントとかも読みたいな、私とハラミンさんはここを交互にやろうか、僕よ、皆さん参加するのにランク制限ありますかって言ったって言うとるためですが、ランク10ですよ、10からマルチ入れますよ、何時ぐらいまでやるんですか、一応1時間の予定でしたけども、放送が遅れちゃったので19時10分ぐらいから始まったので、一応20時10分ぐらいですね、そして1回目クリアしました、ありがとうございます、チュートリアル、そのゲーム面白いですか、面白いです、同じ人は何度も入らない方がいいとかありますか、うーん、まあでも多分そんなにそんな入れないと思いますよ、しないと思いますね、では、タスモンの部門も同時進行ということさせていただきます、このゲームルームコードはこちら、ブランドサマナーズです、163122、163122、始めたばっかりの大丈夫、さあ入ってきやがれ、ランク10ですよ、うわもう入ってきてる、早い、ランク10からマルチができます、早い、こんばんは、初見です、こんばんは、では皆さん、レディーを押してください、レディーを、はい、ありがとうございます、では行きますね、出撃、あ、ありがとうございます、はい、すいません、ガルの方は画面出ません、申し訳ございません、あ、ただ足すもんです、あ、ガル氏の方も開発端末です、ちょっと皆さんごめんなさい、鍵初級に入ってしまいました、すいません、中級に今移動してもいいですか、すいませんね、ごめんなさい、すいません、一旦入ってしまった方は申し訳ないです、一旦ごめんなさい、抜けます、じゃあ私の方も次立てたいと思います、はい、どうしようかな、
これ足すもんだよね。だからちょっと1個使っちゃうとみんなちょっとずれちゃうのでごめんなさい、本当にごめんなさい。早すぎて入れねーってコメント来てますね。ほんと早いね。一旦ごめんなさい。ルームコード553062、はい、553062、メタルチキンの方の、次のルームコードでございます。ガルがボード出す前から見えてるからあ、マジか。早い早い。553062。あ、ありがとうございます。ラグを感じさせないスピード、スピード早い。では我々メタルチキン3県生が、はい、さらに新たな3名にメタルチキンをプレゼントします。行きましょう。じゃあ次ガルのルームコード、そのまま口頭でじゃあ見えてたので言わせていただきますね。674477。ハロー。674477です。はい、ありがとう。どうぞ。最高ありがとうございます。674477。早くて入れないね、みんなね。ほんとみんな早いね。はい、ありがとうございます。埋まるの早い。あと1話書いてますよ。新しいゲーム始めようか迷ってます。あ、そしたらグラサマ始めちゃって、グラサマ始めたらいいと思いますよ。新しいゲームとして面白いですよ、皆さん。じゃあ行きます。ついついね、出撃ストーリーを追っちゃいますよ、ね、ドン。あ、面白かったね。1回は、そうか、3つだけでいいんだ、鍵。なるほどね。そう、メタルチキンが一番上が鍵が10個。よろしくよろしく。ハスモンは3つ。オッケーオッケー、行こうぜ行こうぜ。オッケー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 。いやでもね、ほんと埋まるの早い。あ、レベルは全然低い人でも参加していただいて全く問題ございません。むしろ1でも参加していいですよ。みんな強いんで勝てると思います。レベル上げるためのね、クエストですからね。そうですね、ぜひ入っていただいて、うん、ゲットされてください、メタルチキンを。皆さん面白いですか。面白いですよ。絡みの早ってコメントいただいてますね。ちょっと待ってね。あーやばい、自分の端末やりたい。いや、村井さんがやってるからっていいんですよ。あと18回ありますから。星5レイヤース村井さんにお披露目できてよかったです。おお。こんばんは、こんばんは。始めようかな。いいな、星5レイヤースまだなんだよな、私。村井ちゃん最高。ありがとうございます。友達かな。音楽がまたいいですよね。音楽もいい。おお、これせあの早いわ。最初進化。早すぎて入れない。さあ、もう早く片付けて次の3名をまた招き入れよう。ハラミファイトさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。グラ様のゲームがどんなゲームかっていうのを、このプレイ中に説明してみますか。本格的なまず RPG となっております。このね、ユニットと呼ばれるような、このレイアスっていう主人公がいるんですけど、レイアスはね、このユニットと呼ばれるこの、まあ、召喚したキャラクターを、まあ、召喚することによってこう、まあ、クエストを進めていって、まあ、冒険をね繰り広げていく RPG になってるんですけども、まあこの登場人物がレイアスとかね、その幼なじみのロイとかね、それから謎の少女、ね、イリスとかがこの、まあ、イリスがちょっと記憶をねなくしてしまって、なんで探り探り言ってんすか。まあ、じゃあ、あまり言ってしまうとネタバレになってしまうからね。だからその記憶をちょっと探す旅をしつつ、はい、まあ魔族がちょっと封印が解かれそうだと。でその謎もね探りながら、こう魔城、この魔族の城と書いた魔城です。こう魔城に向かってね、なぜこう魔族が今封印が解かれようとしてるのか、その鍵が実はガルが新しいルームコードを発表します、はい、皆さんどうぞ。イリスだったりとかしたりとか、私も突き立てまーす、しなかったりとかみたいなのね。冒険が進んでいくわけ。ルームコードこちら801141、はい、801141、はい、で今村井さんがやられているこのメタルチキンというクエストをクリアしてゲットしたメタルチキンというね、強化合成素材を、まあ、合成することによって、そのユニットと呼ばれる、今村井さんが操っているこのねレグルスとかねといった、まあ、キャラクターですよね。それの、まあ、レベルを上げることができる。でレベルを上げることで進化させたりとかができますよと。でこのメタルチキンのね、レディーを押してください。はい、クエストこちらもレディーを押してくださいませ。入るためにはこの鍵が必要なんですけども、上級に入るには鍵が10個必要だと。とても貴重な鍵。そうです。それを今200個、まあ、開発端末にいただいて、それを皆さんとマルチをすることで、皆さんぜひともこのメタルチキンを食べてくださいということですね。そういうことです。はい、3回目。あま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 あ
あとこちら開発端末で我々の端末ではないのでフレンドの申請はできません。そうです、はい、今大急ぎでやってますよ。頑張って、お、頑張って急いでランク10にして入ってきてください。入るの無理ゲーなんですかって言われてくれると、みんなもう狙ってますね。早いんだなぁ。さん、え、コード予想しないと無理って言われて、いやぁ予想は無理でしょ。これは入れない点って。一回入った人は、うん、まぁ、あ、ちょっとだけ一呼吸置いてもらおうかね、はい、欲しいのは分かるんですけど。え、レイアスすげぇ、レイアスすげぇ、うおぉ、レイアス凄まじいよな。そこでまたさらに使うのか、ボーンで空からね、やばい、全然入らない。やっぱ。マジか。入れねえ、やりたいのに入れない。入っといで、頑張って入っといで。入る気がしないです。うわぁ、そんなにみんなもう、立てた瞬間に。フォークで。うわぁ、入れねえ。いや、でもみんな強者だらけだな。まあ、村井さんがこのグラ様にハマっちゃいましてね。かなりやってる。一番ストーリーも進んで、もうストーリーはクリアされたんだ。いや、まだまだ、ゴルモレイまだ、ストーリーまだ。うおぉ、やっぱり星ゴレイヤス最後の奥義超かっこいいな、うん、いやハラミンさんね、ランクね、今ね、21つぐらいかな、26ぐらいになったら。ハラミン助けて、動画画像が止まった、そう、戻った、 EMP 止まってない、戻った、レイヤスすげーのところで止まる。さあ、頑張れ、止まっちゃったよって人は更新をしてもらえればいいから更新ボタンを押してください、止まっちゃったよって人は。次のプレイ、はい、普通に全国開放しましょうか。普通に全国開放を してくれた方がいいっていうコメントが来ました。早いもの順で ね、入ってもらおうか。どんだけのスピードで、だからみんな全国開放次するから、もう更新ですよね。そうだね、そうですね、よくやりますね。わかる、ノラマルチ、わかる。私、ノラマルチするためにマックス村井って名前やめたから。新宿チキンだけど、そう、あ、開発人に入れた、ガルシム、おー、おめでとうございます。え、嘘だ、あ、さっきやった人、ありがとうございます。ルームコードじゃなくて全国開放してほしい。なるほど、次しますよ。え、じゃあガルも、ガルシム、うん、全国開放もいいんだよ。全国開放します。やったじゃん。入るのが一番無理ゲー。そうだね、確かに。ガル端末は今開発2という名前で。早い。何？もう全国開放したら？全国開放の方がでもいいですね。そしたら。うわ。さあ準備ができたらですね、皆さん、あるあるなんですけれども、はい、レディのお知らせというのがよくありますね。あるね。はい。ストーリー終盤めちゃむずなので動画アップ楽しみにしてますって言ってます。ストーリー終盤むずいんだ。マジか。はい、じゃあ私行きたいと思います。はい、開発2に入れた、いいですか、全国大開放しますよ。はい、村井さんのとこにカモン星5レイヤースがいるんですか。いや、私の端末にはいません。ちなみにこちら開発端末です。開発端末ですよ、これは。皆さん、お、早いしかも、なるほど、ハークうわ、やば、全国開放だと見てない人も入れちゃうんじゃってコメント来てますね。皆さんよろしくお願いします。見てる人はもう速攻で入ってください。はい、見てる人タイミング予想一定できると思うんで、うん、ザッと入ってきてください。なるほど、もうなんとここでコメントでミックスとやりたいってコメントが来てますよ。ほほー、ガルトもやろうぜ、ミックス呼べって言われてますよ。ガルトもやろうぜ。なるほどね。もうボス強くないですか。うわ、でも確かに最終クエスト結構手応えあるよね。最終クエストの途中までやってるんですけど、なんか普通に難易度が星5とかにもうなってきてます、ね、なってる、もう見た目上はね。ゴルモレイになってますよ、ね、おお、全国開放やれって言われてる。はい、すげえ、ありがとう、いいですね、よろしく。このね、村井さんスタンプ押すのにハマっちゃいましたからね。スタンプかわいいよね。はい、ポンポン緊迫したマルチの時だけスタンプ出てくる。ごちそうさまです。このゲームやったことないけど放送見ちゃうんだったらゲームをちょっとダウンロードしてちょっと一瞬やりながらのが楽しいって。この放送全国開放中、やったぜー。今開放したの。はい、もう開放しました。もういきなり来ますからね。あ、どっちみち無理だったって。あれ、入れねえんだよ。おう、どうした。なるほど、見たことある方がまた来られた。いい倍、大倍、あ、ちょうど見たことある。何回かもうマリッチプレイをされた方が、はい、
いいよ、ガンガンおいで。まだまだあるから。え、ラスト濃厚無理ゲーなんだ。マジか。マジ？そんなむずいの？へえ。そうなんだ。開発に見たけど入れんかった。もうちょっとでしたね。そうですね、見かけた。チキンがもう、はい、最近チキンが必要なくなったっていう、もう経験値回りまくったっていう一定中上級者の方は大丈夫です。はい、パスに回ってください。はい、開発2に入ってください。はい、今タスモンが開放されます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。毎日グラ様動画見たい。なるほど、ありがとう。ラスボスやばいよ。なんかラスト行きたくなってきたな。更新しても見当たらないよ。開放した？出なかったけどってことですね。あの、なんか開放してるんですけど一瞬すぎるんですね。あ、そうなんですね。さあガンガン行きますよ、ガンガン行きますよ。あと私のタスモンじゃなくて、うん、メタルチキンの鍵が163個、銀鳥の鍵、うん、なので16周でございます。あ、なるほど、あと16周ですよ皆さん。立てますよ。はい、マルチプレイ押したと同時に全国開放行きますんで。おお、すげえ。行きまーす。はーい、スタンプいろいろあって面白いよね。間違えた、配置変更じゃねえ。決定からの、どんだけ早いんだ。いらっしゃいませ。先着3名。お疲れ様です。ごちそうさまです。うわぁ、はい。音聞きたい。早い。早い。レンさん、トミーさん、ひろゆきさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ガル立てますよ。もう皆さん、全国開放しますからね。いつでも入ってきてください。全然関係ないメタチキ入ったな。ありがとうございます。全然関係ないメタチキに入ったのもいいじゃん。まあ、それもいいじゃないか。うん、ありがたい話だ。クモーン。このレンさんのキャラ、あ、これがフィーナなんだ。フィーナ。かっフィーナを、ね、見てみたいんですよ。パーティー全体の状態異常を10秒間無効化、ブレイク力2600。フィーナすげえ。レッツゴー。みんなランク上げどこ周回してるとコメントしてますね。参ります、出撃。ランク上げ周回するんだもんな。ランク上げはそこでしょ。どこっすか。今だったら異界の経験値でしょ。ランク上げも。アニメーションのロードに失敗しました。タイトルに戻ります。あら、すいません、ちょっと今エラーが出てしまったようです。なるほど。ラスボス発根した、マジかよ。すげえ、8個そんな無事いの。え、現…え、マジか、マジか。あ、バルハラいないと濃厚無理。マジガルーガルーガルー、やばーガルー。はい、今立てました。再び解放です。どうぞお入りください。すげえんだ。お、早くも3人やってきた。さっきの方はね、本当に申し訳ございません。あのフェニオでも十分ラスボス。アドジェイ、アドジューさん、ヤツメさん、シンさんかな。お三方、今回よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。出撃。村井さんは自分の端末ですかっていう質問が来ますけど、こちらは開発端末をお借りしております。はい、開発端末でございます。なので村井さんには、まあ正直何のメリットもございません。あのね、自分で欲しいんだよね。そうですよね。自分の端末でやりたかったね。村井さんにもね、あのチキンがね、欲しかった。欲しかったですよね。欲しかった。欲しかった。ちょっとコーヒーいただきます。はい、どうぞ。よし、じゃあガルの方は一旦終わったのでまた行きますよ。立て直しますよ。さあ、どんどん来てください。こんばんは、はい、こんばんは。カモン。さあ、こんばんは。さあ、頑張れ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 。来た。おー、フェニオが来ましたね。ありがとうございます。よろしく。フェニオいいね、いいね。フェニオが来てますね。まあ、始めても間に合いますかっていうのはこのライブにってことかな。間に合うよ。似合うかもしれない。グラ様には余裕で間に合うよ。まだ始まったばっかりのゲームだ。そうです、始まったばっかりのゲームをこうプレイしてるので楽しい。まだみんな知らないミスの世界ですね。そう攻略情報みたいなものとか普通に見ずにやりたいね。楽しいっすよね。俺知らないキャラばっかりだからね、うん、どのキャラをどうしようとか考えながらやるってのがすげえ面白い。私は OKOK。さあ、ガルはもう何周ぐらいしたんだい。ですね、1回の消費が3つなんですよ。はい、なので、それが今4回とか5回とか。じゃあ、ガルシも20周なんだ。そんな、まだそう、お互い20周。はい、うん、はい、続きまして、今私の残が143なんで、あと14周はい行きたいと思います。はい、新たなお三方お入りくださいませ。はい、行くよ。さあ、解放ドン。誰この子、すごい早い。いけ、もうみんな奥義使え、奥義使え。はい、奥義だ。みんな奥義使ってくれ。
もう大きでもう一気に行こうぜ。え、すげえ可愛い。松さんはバルハラ、ハヤテさんのキャラはこれなんてキャラ？セリア。オッケー、一気に行こうぜ。セリア、星5？星5、セリア。ありがとう。新キャラっすか？一気に攻めよう。お、よろしくお願いします。で、ツインさんのこのキャラはどんなキャラ？あ、いいね。アロスデア。アロスデア、ほー、超攻撃特化キャラみたいな感じ。みんなで力を合わせれば、パーティーのブレイク中のダメージが 60% アップ。60%、 すげえ。イエーイ。じゃあこのパーティーで行きたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ハエテさん、ツインさん、ミモレさん、ごちそうさまです。出撃。みんな今のナイスバトルだったよ。みんなのなんかこうチームワークが感じた俺は。あのドラゴンかわいい。何時までやるんですか？一応8時10分ぐらいまでかな。ただまあ鍵が終わるまでだね。初心者でも楽しめますよ。楽しめますよ、初心者でも。グラさんも面白いですよ。さあ、ツインさんもうちょっと通信中。頑張れツインさんの端末。カモン。開発1も2も見えてけど、あの速さは点々で。そんなか。なんで開発端末なのっていう話で言うと、はい、こういう企画をやりたいというふうに運営の皆様とかに相談をさせていただいて許可をいただいたんですけど、我々が自分たちの端末で直接こう足すもんとかね、はい、この銀帳の鍵をもらうとなんかもらっちゃダメな感じはありますよね、一定ね。おい、なんお前ら一番メリットあるやんけみたいなね。そうなっちゃいますからね。ちょっとルームコード入力に戻してみたいなコメントが来ますけども、じゃあ一回戻しましょうか。交互でいきましょうか。ルームコード入力タイプ、うん、いろいろ試しながらいきましょうか。今日はせっかくだから、はい、ハイハットとか名前すら出ないよ。じゃあちょっと一旦ルームコードに戻しますよ。はい、じゃあルームコードに見ましょう。皆さん、あ、今日からグラ様始めてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでください、グラ様。よし、みんないいチームワークだ。今のところいいチームワークだよ。さあ、奥義発動。MC ですか。まあそんな感じです。マルチ入りたい。入ってきてください、ぜひとも。入ってくださいよ、マルチ入れてあげたい。おお、そうだ、うん、さあさあ、どうですか。いいっすね、メタルチキン。いいっすね。3フロアで全部メタルチキンできてるってめっちゃ嬉しいですね。嬉しい。あの、この太っちょがもうバトル2とかでも出てくるとすごい嬉しい、うん、ドロップのところで虹が3つね落ちてると嬉しいですよね。嬉しい。ルームコードに戻して。次回ルームコードにしましょう。次回しましょう。じゃあガルが終わったのでルームコードだから。あ、どうぞ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 。発問の方は今から、開発の端末の2の方は今から、ルームコードに戻します。はい、はい、今来ましたという方いらっしゃいませ。放送楽しんでください。ぜひともグラスも起動していただいて、マルチで我々の、このメタルチキン、そしてタスモンのところに飛び込んできてください。はい、村井ちゃん大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。うちの村井ちゃんです。さあクリア。じゃんけんで勝つ方法は。ごちそうさまです。おはよう、アップバンク見てください。さあ、ルームコード発表します。開発2です。どうぞ。バン、はい、開発2です。474201。はい、ガルチ早く、もうやってくれ。474201。もう入ってくる、早く。やばいやばいやばい、間違えた。来ました。オッケー。その前段階で何を間違えたの？いや、なんでもないです。何を間違えたの？なんでもないです。よろしく。じゃあ私め続きまして、はい、もう募集したいと思います、うん、全国開放はしません。ルーム番号出た瞬間口頭で読み上げるのを聞いて入るもよし、もう画面をこうガン見していただいて見えた瞬間に入るもよし。レディーを押してください。うわ、すげえ、タスが全部完走してる。参ります。ドンドン。376564、376564、いらっしゃいませ。開発1でございます。アバドン出ました、おめでとう。アバドン強いね。おめでとうございます。はい、行きます。通撃いた。いえ、残り36個なので、376564。何周でしたか。おー、来ましたよ、キングが。お、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。オッケー。いつまで放送ですか。まあ、鍵がなくなるまでですね。ね、終わるまでですね。はい、そうですね。さあ、揃ってきてましたよ。そうですよ、生放送ですよ。オーケー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 。皆様よろしくお願いします。お願いします。今回入ってきていただいたのは、はい、これはなんて読むんだっけ。トツトツトツさん、はい、トツさん、かなじゅんさん、顔文字さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。出撃あと13回。あと13回参りましょう、はい、あ、ほら、バトルワンからもう
セリフ、デブが。デブ、デブ。いいなぁ。これ、いいなぁ。超欲しいなぁ。超欲しい。めっちゃラグがある。黙って入っちゃうかなっていうぐらいですよ。今、こっちではガルシの、まあ、放送ではね。あ、そうだね。あ、まあ、全然あれだね。いやーでもバトルワンからなこのおデブちゃん出てくると超嬉しいわ。嬉しいですね。もう経験値の量が半端ないのでね。半端ない半端ない、ほんとそう。ちなみに皆さんどうですか、はい、鍵、うん、は3個とかでも使っちゃう派ですか、それとも10個まで貯める派ですか。僕は10個ですね。私も10個です、ね、私も10個です。あ、みんな10個、やっぱりその方がいいですよ。いい気がするよね。はい、いい気がします。あ、ガルシー、はい、さっき間違えたって言ったのはさ、なんで分かったんですか。ガル絶対全国解放したやろってコメントが来てますよ。おい言うなよ、やめろよ言うなよ。ガルシー、おいガル言うなよ、おい、おい言うなよ。やったのか、やっちゃったのか、それやったろ。や、数字それ見えてるぞ、見えてるぞ数字。やったんだろあんた。やりましたけど。やったんかい。やりましたけど。セクシーを愛しセクシーに愛された男なのかあんたは。それおたるさんだろ。違いますよ。空前絶後の、はい、ガルが募集かけまーす、はい、こっちは開発2です。皆さん入ってましたか。さあ、これ大丈夫。はい、お入りくださいませ。カモン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 。今回ね、ここで入ってくれたね、はい、トツさんとね、カナジュンさんとね、はい、顔文字さんはね、ラッキーでした。あ、え、サンフロアで全部？いや、全部じゃないですよ。1、3もうバトル1からもうデブが出てきたんで。うわー、すげー、面白いですか。皆さんありがとうございます。グチスムです。マイルドヤンキーの歌、ハラミンさん歌ってくださいっていうのは、あのラジオを聴いてください皆さん。よしよしよし。2、3週ぐらいで歌ってますからね、マイルドヤンキーの歌はね。ほら、2個、虹が2個、うわ、本当に羨ましい。欲しい、本当に羨ましい。私の端末で欲しい、うん、欲しい。さて、はい、私もあと12週ほどございます。次を募集かけたいと思います。ジャスティス、再び全国開放ではなくてコードを発表する形式でいきます。はい、いけ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 。さあ皆さん、はい、今からコードを発表しますよ。お入りください。215846、215846、215846、どうぞ。そう、最近ね、曜日クエでね、鍵がね、うん、落ちるようになったんですよね。ほうほうほう。あれはすごくありがたい。はい、てて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 て
どうしました？大丈夫ですか？何ですか？あ、今は鍵集めしてますとかわかるな。みんな押してくれ、押してくれ、もっと。よし、そうだ、いけ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 、いけ、押せ押せ。あ、発作ですか？やっつけろ、いけ。病気ですか？キングキルモンをやっつけるんだ、みんな。何ですか？おい、あ、ちょっと一人抜けてたな、クソ。北海道のキムタクって言われてますよ。やめろ。コメントで。よしよし、いけ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 。はい、それでは私め行きたいと思いますよ。はい、このちょっと待ってくださいね。オッケー。今回入ってきていただいたのは、お、先ほどの方また入ってきた。すげえ。じゃあ俺が決める。俺が決める。川文さん、俺が決める。村友さん、オンジさん、よろしくお願いします。いきます。はい、出撃。ごちそうさまです。ごちそうさまです。はい、でね。うわー、すげえ、レグルスさん。すごい。すごい。これはもう奥義使った瞬間にめっちゃ強い。飛びます。飛びますね。じゃあ次は全国開放します。はいはい。お、全国開放スタイル。よーい。始め。ピー。入れるやつ裏山、確かに。はい。ぜひとも飛び込んでください。はい。ピピー、そこまで。見てるだけでも面白いな。ガルが全国開放したのね、さっきね。来た瞬間入ってましたね。村井さん、ハゲてきましたか？多少ハゲてきたんですよ。これぐらいどうせ。あ、ちなみにね、友人が落ちなすぎてっていう方いらっしゃいますけれど、はい、私です。昼間、12時台と夜の22時台だっけ、はい、確実に確率上がってますよ、体感。本当ですか？前も言ったと思いますけど、私1時間すっげえスピードで満割って6体とか落ちましたよ、友人。だから1回のその1時間だけで闇3体お仕事できましたもん。はいはい、はい、あ、ありがとうございます。ダサい玉から見てますって言われてますね。いいっすね、ダサい玉。私もダサい玉人ですよ。
ダサシカワはないんですか、はい、入れた。北海道のキムタクって言われてます。それは別に関係ないです。さすが北海道のキムタクさん、やめてください。はい、ありがとうございます。弱くても大丈夫って言われても大丈夫ですか。全然弱くて大丈夫です。みんな強いんで、強くなるための助けてくれます。企画です。むしろレベル低い人とかもガンガン飛び込んでいて。北海道の神出しって言われてますね。いけみんな、ありがとうございます。協力だ、みんなで奥義使おう、みんなで奥義使おう。よし、みんなで奥義使う。一回も入れない。再びルームコードでいきます。はい、どうぞ。あ、こんばんは。お宮城で見てるよ、こんばんは、ありがとう。よし、206073、206073。はい、これお疲れしいってやつあればよかったな。ないね。ないね。このゲームやってみたい。はい、このゲームはグランドサマナーズでございます。そうです。お、村井さん、後でメタチキ上級野郎4回貼るよって優しい人いるな。4回も貼ってもらえたらもうすごいことになるで。私も青森で見てる、ありがとう青森。はい、皆さん入ってきていただきました。はい、ちょっと一瞬キャラ見ていいですか。この木のキャラはなんだ。さやましか。アシュトト。アシュトト新キャラかな。え、これ新ユニットです。枠めっちゃいいじゃん。チュートリアル。アグニとテラコンつけるんじゃんこれ。頑張って。マジかよ。え、このキャラめっちゃ強くね。あ、本当だ、54だ。いいなぁ。543で、こちらのキャラがラグナですね。ラグナも欲しいんだけどなぁ。ラグナ強いですよ、ね、ラグナ強いって言われてますけど。ラグナ強いっす。強いっす、こんばんは。では、コロスキさんレディーをしていただいて。来たよ、マックス。はい、次入っていただいたのはトケイさん、マサマサさん、コロスキさん。はい。あ、マサマサさん。え、こっちにも来ました。おー、じゃあ私はルームコードを今から発表します。アバドンで強いですか。こちらドンドン。ハルミン押す押す。496129。うんうん。ガルシュの方です。こちらは皆さん入れるもんなら入ってみろ。タスモンの方です。オッケー。ほらほらほら、龍神が落ちやすくなってるって言ってる。はい、さあ来るかな。明らかに感覚落ちやすくなってる龍神は。本当にどうした、ガル、何があった。いや、入ったのに間違って電源切っちゃった。電源切るなよ。多分ね、焦っちゃったんだよ。わかる、その気持ちはわかる。さあ、レディーを押してください。本日のヤムさんかな。ランク2で入れそうなもんですよ。ランク10からじゃないと入れないですよ。マルちゃんランク10からですね。ストップ。ガンガンいきますよ、私め。ガンガンハラミンさん、後でメタチキおごるよ、ありがとな。ファミチキおごるよみたいな。後でメタチキおごるよ、おごってやるみたいな、ね、始めるなら今の方がいいですか。もう今ぜひ。今がいい ね、 ですね。早いに越したことないですよ。 BGM いいでしょ。はい、 BGM いい。このゲームの魅力を教えてくださいって言われてます。 BGM まずいいですね。すごい BGM いい。で、このね、ボイス、あとこのユニットの必殺技で多い使う時のボイスとかね、いいですよね。かっこいい、キャラが一体一体かっこいい、うん、かっこいい。ストーリーもあと奥義のこの発動するときはなんかもうシュインシュインみたいなね、あの演出かっこいいですよね。素晴らしい。もうすごい派手なんですよ、スキルが派手派手。最初だけちょっとゲームのシステムが難しいかも。キャラを育成するっていう考え方と、うん、キャラごとに装備できる武器の枠が3つあるんですけど、その枠ごとにですね、何レベルまでの武器が装備できるみたいな制限とか、なんか武器のタイプとか種類みたいなものもあって、そこを理解するところまでいければあとはもうすごく簡単。だ、最初だね、最初がちょっと難しい。そこね、アップバンクでも記事いろいろ書かれてますんで、アップバンクのサイトの中でグラサマで検索していただいても分かりやすいかと思います。さあ、再びクリア。いいなぁ、私このコロスケさんのキャラ欲しいなぁ。私、全国解放させていただきます。アシュトトですか。アシュトト、アシュトト。ガル、再び全国解放パターンになったんだな、はい、一応両方落ちすぎじゃね。やったぜ。すげえ数落ちた、3列目までいっちゃった。おめでとうございます。おめでとうございます。なんかの何だね。はい、再び行きますよ、行きますよ。コードで行きます。はい、迫力すごいですねって言われてます、ね、そうなんですよ。354105。あ、354105、急いでください。354105。あ、部屋に入るのはランク1から、部屋を建てるのがランク10からって言ってますよ。マジか。じゃあ皆さん今すぐにでも入れるじゃないですか。大変誤解がございました。そうか、ホストがランク10から。いや、もういくらでも入ってください。そうしましたら
354105354105。あれね、なるほど。だったらなおさらさ、今始めた人とか今すぐインストールして入ってきてほしいですね。うん、なるほどね。お、ありがとうございました、楽しかったですって。さっきもしかしてどちらかに入った人かな。あ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。あ、あるかな、どうだろう。お、こちら整いましたね。続きまして、清純さん、京さん、ザラさん、うん、あ、ザラさん、あ、行ったんですか、そっち。さっきそっちにいた。はい、ほほー。一番レアは星5ですよね。星5ですね。5ですね。私ね、このキャラね、はい、読み欲しいんだよな。異界のその経験値のところのボスが読みじゃないですか、うん、毎回ね、うーって思いながら戦ってる。前田さん、はい、ゲーム祭りのマルチが熱かったですね。あれ熱かったっすね。私最初にいなくなっちゃったんですけど ね、あれは私とガルシと、運営の方のね3人で勝ったやつで、ね、勝ったやつですね。そう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 。結構だってさ、冒頭というか序盤に私死んだよね。いやでも村さん、あれ、はい、でもガルもあのいろんな強いところに挑んでてあるんですけど、はいはいはい、3000弱ぐらいの HP が一気にゼロになってたことがあったんです。ほう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 。ハードでやると、はいはいはい。なので村井さんも多分それが運悪くね、集中してね、勝っちゃったんだよね。いや、あれは集中したらなんか状態異常になっててなんか食らうとなっちゃうんですよ。ほほ、一気に速速進行時に食らっちゃう。ほほ、しょうがないらしいっすよ。別に村井さんがどうこうとかじゃなくて、ここでガルが私がどうこうではない行動を出します。320360、一回でもいいから入りたい。ハスモンの鍵です。ハスモンですよ。頑張ってみんな入ってきて。ガルさん、ありがとう。どういたしまして。はい、クリア、ありがとうございます。まあ、というよりも、我々に感謝というよりも、運営さんにですね。あ、来た、銀座ハンバーガー、美味しそう。あ、今回も3週、3列目まで。コロスケさんが欲しい。皆さん、あと鍵の方は、あと鍵が90個ぐらいなんで吸収できます。だから最大で27人、一緒にそうですね、プレイできます。メタルチキンを27人の方にプレゼントすることができます。皆さん、恩恵を受け取ってください。次のゲームよろしいですか。こんばんは。よしひろさん、レディー押してください。参りますよ。よしひろさん、レディー押してください。あるあるですよ。よしひろさん、423604、423604。よしひろさん、押してくれましたか。ガルシー、まだです。よしひろさん、レディー押してください。スタンプはめっちゃ飽きた。あはは、オッケーですか。よしひろさん、ありがとう。よしひろさん、ありがとう。あるあるですね、よしひろさん。ゲーム祭り、中の人楽しくすぎた、感動しましたっつって。ゲーム祭りのあのグラ様だけなんか抜き出してあげてえな。ねえ、あの人めっちゃ楽しそうでしたもんね。うん、すげえ面白かった。あ、はい、皆さんレディー整いました。ゆうすけさん、ピカさん、アザッスさん、よろしくお願いいたします。なんかすごくこう流れてますよ、村井さんのところに。ガラのところに来てたのがそのまま。はい、ちなみにこのピカさんのキャラをダルギオンだ、私も持ってるわ、ダルギオン。火の星5まで行く、ね、そうです、そうです、そうです。じゃあ行きたいと思います。よろしくお願いします。全然1回も入れない。あと9回頑張って。カモン、全国開放でも構図でも全く入れない。おー、ラッキー。お、1回からデブ出てきた。1回からデブ、デブって言い方やめようよ。あ、え、村井さんは結構デブって言ってた。なんかすげえあれですね、罪なすりつけてきますよね。さっきもラジオでその話しましたけど、いい言い方なんかないの。デブじゃなくて、なんかこう、でもまあ分かりやすいのは、美味しそうなチキンみたいな。デブチキン。あ、ちょっと待って。あー、まあ出た。何ですか。あの、何も言ってないですよ、我々は。弊社の、はい、弊社、ザキヤマゲーム祭りにも出たじゃないですか、田中さんですね。はい、はい、あの、はい、ザキヤマメタルチキンっぽくない。あ、じゃあザキヤマにしますか。ザキチキンにしますか。そんなもう日本中のザキヤマやりますさあ行くぞ。間違いじゃないね、ガルシね。これとてつもないクリティカル出るぞ。レグルスさん、やばい。めっちゃ強い、このパーティー。レグルスさんはやばい。ちょっとボックスを整理します。わわ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 、すごい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 、わわわわわ、強い強い強い、ブレジングアグ、強い強い。おマックスムランの動画を見て始めた。お、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでください。すさまじい強さだぜ。全く入りませんわ。頑張って、チャンスありますよ。毎回私はなんか結構新しい人とプレイできてる気がする。ダルギオンの奥義、火力やばいですよね。やばいね。あとダルギオンでかいよね。は
無事そばです。充電大丈夫って。あ、全然大丈夫です。大丈夫ですか。私も大丈夫です。さあ、私めあと8周ガルさんのに今入ってます。お、あ、まだ入れてないです。それ実際あ、ラグか。はい、相当ラグがあるのか。デブ2体、おめでとうございます。言ってる自分で、デブって自分で言った。やめようって言ったのに。ひでえ。さあ、我々の誤解もちょっと先ほどあって情報が混ざっちゃったかもしれない、あの混乱しちゃったかもしれないんですけれども、はいはい、グラ様、レベル1の方でも全然マルチで参加できるらしいです。今から始めてみたいと思います。今からダウンロードしていただいて、はい、お入りいただいて、今見て始めた、ありがとう。お待ちしております。ありがとう。今私がプレイしていて、どうぞ皆様お入りくださいって言ってるクエストは、はい、とてもお得なクエストでございます。はい、よろしいですか。はい、ありがとう。立てますよ。あ、そう、じゃあ村瀬今折り返しに来てるところです。もう折り返し行ってるよ。あと8周コード発表、はい、369185、もう折り返しでございます。といったところで、ハミさんあれ読んだところですか。何でしょう。ん、あのメールのどれ、お知らせ、お知らせのところです。アップデートのやつ。そうです、それ行きましょう。やりながらやりましょうよ、はい、ガルシー。でよし、ガルはちょっと準備、これでボックス整理ができたので、はい、来た。お、まあ、ゲームの中で、アップデートが行われそうでございまして、はいはい、すいません、ちょっといいでしょうか。よろしいです、はい、止めて申し訳ございません。お願いします、森さん。デンタさん、セイジュンさん、コウジさん、はい、頑張りましょう、よろしくお願いします。そしてこの戦い、なかなか見どころが熱い気がします。はい、ご飯使っていいでしょうか。いいです。下手したら負けます。なるほど、なるほど。クリスタルは一応、うん、君たちのために銀のメロンを使ってあげよう。お、開発端末に入ってるこのフードを勝手に使おう。いきます。はい、あ、グラ様のドット絵いいよねって。いいっすね、このドット絵がね。いい、そう、ドット絵がいいっすね。はい、テンタさん、清純さん、コウジさん、よろしくお願いします。勝ちましょう。皆さん、こういう放送定期的にやってほしいよねって。ああ、いいね、わかる。いいっすね。いくぞ。はい、じゃあよろしいですか。いいですよ、お願いします。メンテナンスがまあ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 、一応予定としては2017年1月6日の金曜日、はいはいはい、14時から17時の間にまあ入る予定でだそうです。はい、ガルシャ、言ってくださいっていうのはチキンのお話ですか。チャクヤンズです。はい、どれちゃん、チキンと、封印。はい、まず封印域に新大型ボスが追加される。え、あ、なんすか、超お得、バトル2でデブ出てきた。自分で言うのもデブって。ああ、なるほど。封印域内に新たな巨大ボスクエスト、なんだこれ、深い闇の洞窟、超級上級中級と輪行の聖域、超級上級中級が登場いたします。2つ目、これ以上、ね、強いの出てきたらもう勝てないかも。ガルシ、村井さんがちっちゃい子でヤバい死ぬって言ってる。コウジさんが死ぬ。コウジさんが死んでる。ボスを討伐すると強力なシングやシングの上魔素材が手に入ります。コウジさんが死んじゃう。それからなんと、はい、こちらがでかい、期間限定異界の銀鳥に5属性の上級クエスト追加。え、出た。下記の期間、異界の銀鳥内に新たなクエスト、異界の5鳥上級が登場いたします。期間は、開始日時2017年1月6日の金曜日、メンテナンス終了次第、終了日時は2017年の1月18日水曜日の13時59分なんですけども、期間限定クエスト、異界の5鳥上級では、闇属性のメタルエッグ、メタルチキン、キングメタルチキンだけでなく、炎、水、火、光属性バージョンも登場し、メタルチキンの鍵5個で挑むことができます。すごい、5個。あ、じゃあもうこれ次回、はい、今まで育てづらかったユニットをぜひ強化します。え、すごい。だから、まあこれメタルチキンは今闇じゃないですか。デンタ違う、コウジ、コウジ友達か。闇で、デンタやべ、闇属性の子に食べさせるとまあ育ちやすいですけども、合成経験値もらいやすいですけども、その炎とか火とか水とか光のバージョンのメタルチキンのクエストも来る。死にかけ。あ、今村井さんとやってます。死にかけ、死にかけ。結構前から出てたらこれは楽があるから。村井さん、さん頑張って、村井さん今回復したよ。清純さんを回復したよ。これバトルいくつですか。3ですか。3バトル3。あー、結構勝とう、勝とう。ワンチャンある、ワンチャンある。いや、全然あるレグヌスだから大丈夫。いけるいける、頑張れ頑張れ。あ、清純、聖人、聖人、234、ブレイク、ブレイク、
シルダー勝ったっしょ。聖人奥義シルダー奥義奥義シュラオ聖人奥義行け読み天幕おお行けやったあぶねえ全国解放中マックスブライめっちゃ危ないよ。ケンタ、コウジ、お前たちの試合は無駄にしないぞ。無駄にしない。よかったよかった。いやー、でもね、これぐらいのね、はい、あの星4キャラのね、レベル30ぐらいが入ってくれるとすごく嬉しいね。そうですね。やってよかったなって思うね。そうしかも2個出てきた。やりがいがありますね。デブ2体、ありがとう。デブって言っちゃう。やめよって。よし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 。なんだこの子。頑張れ、危ねえ。すげえ強そう。じゃあ次はちょっと全国解放で行っちゃおうかな。はい、行っちゃいましょう。全国解放で行っちゃいましょう。次全国解放で行っちゃいますね。はい。行きますよ。全国解放で行っちゃいますよ。はい。早い者勝ちですよ。多数の方もですね、あと5回戦ぐらいで。なるほど。全国解放。ってことは15個ですか。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ガルシの多数の方もあと5回ぐらいです、皆さん。うん。どしどしの、どしどし。どしどしのどしどしです。はい。はい、さあ、はい、もうすでに揃いました。さくらばんさん、ちびテラスさん、はい、ラクオン、はい、雷の音と書いてライオン、はい、参りましょう、はい、よろしくお願いいたします。これ初心者入ったらダメなんじゃって言われて、むしろ初心者来てください。初心者来てください。村井さん助けますから。いけ、ハニマさん使ってくれ。全然大丈夫ですよ。奥義を、ハニマさん奥義を使ってくれ。大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。ハニマさん奥義を使ってくれ。あ、村井さん死んでごめんなさいってコメントが来てます。いいよ、さっきの人なのかな。君が死んだおかげで頑張れたよ。そうですよ、村井さんがちょっと強そうに見えたからありがとう。君が死んでくれたおかげで村井さんが助けた形になったからありがとうね。君が死んでくれたから村井さんよく見えたからよかったよ。よかったよかった。もうでも信用がないもん、はい、今回これ。確かに桜マンさんもチビテラスさんもね、はい、ライオンさん、はい、全く死ぬ気配なし。バトル2から出たぜ、デーブ。デーブ。いけ。レベル低めの人が入るときですね。そうですね。村井さんとハラミさんでどっちがデコ広い。デコは村井さんが広い。デコは私の方が圧倒的に広いよ。はい。デコ広し。あ、いいっすね。デコ広し。さあ。にゃあ。これは盛り上がりそうだ。初心者いますね。そうですね。次、ルームコード発表します。どうぞ。ありがとうございました。全然入らない。頑張って。みんなが助けるんですよ。そうですね。そうです。助け合いです。さっきの死んだテンタです。死んでごめんなさい。村井さんすごく強かった。ありがとうございます。テンタテンタ。さあ、ガルが新しい数字を発表。テンタなんていうアプリですか。グランドサマナーズです。はい、791942。グランドサマナーズで検索。グランドサマナーズです。グラサマで検索すると出ます。はい、お前これすごい奥義だな。マルフォイです。ライオンさん超かっこよくない。ライオンのスキル。マルフォイさん。マルフォイ。マルフォイ。あ、びっくりした。マルフォイってしょ。マルフォイ。ハリーポッターの世界かな。はい、いや、アップバンクにはね、グラップとゴイルがいるからね。はい、ちょうどいいっすね。はい。開発端末のランク上がった。あ、本当でよかった。開発端末。誰の端末なんだろう。おめでとうございます。このメン。うわ、うまい。うまいうまい。デブみたい。うまいこれは。残り鍵が12個です。このメンバー、マジで好き。ありがとうございます。めっちゃ伸ばし棒。じゃあ次、はい、あと6回、はい、もうほんと数少なくなってきた、はい、上級者の人でもレベルの低いキャラで来てください。ああ、もう縛りそっちの方が楽しいって言うから。あ、マックス村井が急になんか調子に乗り出したぞみんな。私はレベル最大のレグルスで行っちゃうけどね。、はい、まあ私って言ってもこれ開発端末、ね、開発端末はねそれでいくけどね。村井さんのじゃないですけどね。村井さんよく見られる。今見に来た方ですか。こんばんは。お、聖純です。ギリギリ勝ててよかった。よかったですね。よかった。最後知らなくてよかったよ、聖純。ギリギリだった。なんてアクですか。いや、あなた知ってるでしょ、なんてアクですかって。グラ様だ。さっきからずっと見てるじゃないか、あなたは。参ります。奥義めっちゃかっこいい。かっこいいね。マルチプレイからのコード発表でいきたいと思います。はい、お願いします。決定。さあ。863023、863023。はい。俺も縛り入れよっかな。入れよっかね。その方が楽しそう。まあとはいえ強くね、強いキャラで入ってきても全然キックはしないですよ。普通にやりましょう。視聴者参加型いいね、いいね。じゃあ、はい、どうしようかな。863023でございますよ。逆にガル、うん、ちょっとレベルの低いユニットでいきます。ガルが、はい、なんでなんだ。やっぱみんなに助けてもらうっていう。はい、俺が助けるっていうよりちょっとみんなに助けてもらおうと思います。
はい、私目揃いました。お願いします。まず金色の闇、はい、レグルスですね。でバリさん、はい、こちらがライザー。おお、ガチャでよく見るキャラ。ライザーガチャでよく見るキャラだ。星4っていいんですか。いいですよ、全然いいですよ。アロスデア。おお、アロスデア。想像以上に。よし、じゃあレベルが低い感じで入ってきたから、はい、運営の銀のメロンをプレゼントしよう。さっき後ろ通ったのデブチキって言われてますけど、ね、それそれそれ、それ、ザキヤマです。ザキヤマさんです。いきます、はい、出撃。レベルが低い人が入ってきたときは、はい、メロンをプレゼントします。私からハラミン名前呼んで、ハラミン、はい、自分の名前じゃねえよ。名前呼んでってことです。マックスのライ、はい、死んでしまってすいません。あなたじゃないですよ、ただあなたさっきからずっと見てるじゃないですか、この今日や A って人は。まあ逆に言いましょうよ、死んでくれてありがとう、はい、死んでくれてありがとう。みんな初期キャラ縛り、初期キャラ縛りきつそうじゃない。きつそう。そのアプリって名前何ですか。グランドサマナーズです。はい、こんばんは。ハラミン身長そんな高くないと。さあ頑張れ頑張れ頑張れ、ありがとう、頑張れ頑張れ。いいぞいいぞいいぞ。てかあの星4のあの光のキャラってああいう動きするキャラだったんだ、初めて知った。そう、一回も戦いで使ったことなかった。何までするの、鍵が終わるまで。なくなったらさあボス戦だ。意外と早いな。いきなり奥義いっちゃおっかな。いっちゃいましょう。金色の闇が奥義を使うか、私はちょっとこう脱毛の鍵これでいこう。使わないのか金色の鍵。金色の鍵、金色の闇をレグルス使わないのか。金色の闇、金色の闇は使わないの。使わないんだな、使わないんだな。ごちそうさまです。さあみんな来やがれ、みんなに助けてもらう。知るぞバリが、知るぞ。このままだとバリが死ぬ。バリバリ頑張れ。ブレイク奥義きたー。強い、みんな強い。すーげーかっけー。この生放送楽しい、毎週か各週ぐらいでやっとくし。いやできるかわかんないけど企画するよ。レイヤス縛りは、みんな助けてよ、みんな助けてよ、頼むから。クリア。はじめまして、こんばんは。日頃のアップバンク様のグラ様動画を見て、僕のグラ様始めました。お、ありがとう。楽しんでくださいませ。みんな料理を、どうしたんだガルシ。みんな料理をつけてくれている。ガルが弱すぎるから料理で同情してくれている。料理ありがとう。みんな出撃、出撃だ。よし、みんな勝つぞ。村井さん楽しそう。2回のせいで中継勝つぞ。さっきから死んでしまってすいませんをこうずっとつぶやいてる、こうやさん、今日さん、はい、いいです、全然気にしなくていいです。死んでくれてありがとうございます。死んでくれてありがとうございます。あと5周かな村井さんは。おお、ボックスが勝手に、じゃあ使って拡張しよう。はい前より竜神落ちやすくなったから面白いと思うよ。すごいいいと思います、うん、グラ様がインストールできない、容量が足りないのかい、端末の。なるほどね。竜神はマジで落ちやすくなってます。ぜひともやりましょう。ハラミさん、ちゃんと最近もハラミ食べてんのって。俺別にずっとハラミ食べるキャラじゃねえから、別にそれでついたわけじゃないんでねたまたま食べてただけだから。スタートのやり取りが超ウケる。いきます。あと、はい、5回だったと思います。オギか、オギ。ガルさんのキャラ何使ってるのか気になる。745791、745791、3剣聖。はい、クライム火の方ね。はい、やっとチュートリアル終わった、頑張って。弱ちいやつ来いよ。チュートリアル終わったばっかりだったらもうランク1で突っ込んでこいよ。ガルめっちゃ楽しそう。745791、突っ込んでこいよ、突っ込んでこい。やばい、ちょっと待って。はい、4人目でした、ありがとうございました。ありがとうございます。ガルさんに入れました。ちょっと面白いキャラが入ってきたんだけど。なんでしょう。シャリさんはコルセアじゃないですか、はい、で、ザラさん、お、ザラさん2回目。あ、縛ってきやがったな。ザラさんはあれですよ、アバドン。アバドンで、誰だ、なんですかこの、これ誰だ君は。このピカーさんのこのキャラ、レキュオン。誰だ、悪ふざけか。これはレキュオン。ピカさん、悪ふざけか。これ、縛り入れただけ全然面白い。ピカさんに免じて、私が銀のメロンをプレゼントしよう。よっしゃ、行きます。こんばんは、今インストールした初心者です。入りたいけど、みんな早すぎます。うん、じゃあ早くチュートリアル終わらせておいて。終わらせておいて。やべえ、レキオンやべえ。やべえやべ、装備ねえ。ほんとだ、死ぬぞこれ。ピカさん、ピカさん多分ね、バトルワンか2で死んでね、やることなくなると思うよ。ピカさん、ありがとう、ありがとう。じゃあ俺はもうちょっと弱いので、レベル1のレキオン、キングレキオンに行っちゃう。あ、キングレキオンはきついだろ。ガルシはガウルで行こうよ。あ、ガウルいないんですよね、今。いや、じゃあ取っとくよ。いや、こいつ強いぞってスタンプ送ってきたなんか私も知らないスタンプがあるんだよな。お、すげえ、奥義だ。
キングレキオンの奥義。キングレキオン奥義使えんだ。なんだそれ。初めて見た。裏地に取っておいてるのがすごいな。奥義だ、もう一回。マックスマネチャンネルとハラミンガーチャンネルいつも見てます。これからも頑張ってください。よっしゃ、ガル、勉強できます。お。マイルドヤンキーラジオ楽しみにしてます。マイルドヤンキーラジオってやってるんですか。全然やってないです。そんなラジオをお送りしてるんですか。やってないです。なるほど。おお、これ面白そう。あ、ムライトプレイでピカーが死ぬ。ピカーが死ぬ。ピカー。あーあー。ピカー。私がヒールリングを使ってあげればちょっと延命できたのに、ごめんなさい。ちょっと皆さんガチで来てください。ガル、マジ弱いです。ピカさん、ごめんなさい。ピカさん、守りたいこの命。もう死んだけど、ね、このゲーム今からやったら遅いですから、そんなことないですよ。遅くないですよ。まだリリースしたばっかりです。どうぞ楽しみましょう。やってるね、ありがとう。ああ、クリアだ。やったぜ。ピカさんがいて、いや、レキオンもいて、勝てましたね。私の知らないスタンプがあるんだけど、なんか私レキオン可愛い、どうやり込んだらスタンプ、こんなに新しいスタンプできるの、どうなんすかね、知りたいな。知りたいですか。知りたい、スタンプ欲しい。それは自分で作るんですか。スタンプ、さあ皆さ んですこれは結構波乱の戦いになるでしょう。こちらのナンバー、自信のある方だけ入ってきやがれ。マルチのパーティー選択の画面でスタンプ編成も変更できますよ。知らんかった、うん、ありがとうございます。マイルドヤンキーラジオ楽しみにしてます。マイルドヤンキーラジオってのやってるんですか。やってます。あ、やってるんですね。実はやってます。あ、なるほど、さすがですね。じゃあ続きまして、私ラスト4回、皆さんマルチ参加を押したら右下にスタンプ編成ってありますよ。編成します。 iPhone 変えたの、いや、これは iPhone 変えたんではなく開発端末を貸していただいてるんですよ。本当や。うわー、知らんかった、知らんかった、スタンプ編成。この生放送面白い、ありがとう。スタンプ編成でやりますよ。みんな頼む、俺を守ってくれ。フェニオレベル1。はい。HP2000 しかないです。あの、よろしければ、OK 押してください。まずいかも。こいつ強いぞ。スタンプ編集ありますよ。北海道に来てください。わーいわーい。またねーは、いいバトルだったも変えちゃおうかな。ここまでは作戦通り。お疲れ様ですもいいな。よろしく変えちゃおう。スペシャルサンドウィッチ。サンドウィッチ。オッケー。オッケー。今から立てたいと思います。再びコード発表形式でいきます。622385。622385。よっしゃ、みんな行くぞ、勝つぞ。勝つぞ。残り鍵が6個です。2周ですね。はい。ヤルシは何のキャラで行ってるんですか。フェニオレベル1です。ありがとうございます。やばいです。未装備じゃん。レベル1でもね、皆さんがね、あの料理使ってくれてるんで、うん、何倍何倍何倍って HP 倍率かかってきて3000超えてます。勝ちましたね。勝ちました。おっ、もうバトルワン突破早い。え、タスモンはキングチキンデブメタルぐらい強いんですか。そこまでは大丈夫ですね。うん、それでちょっとレベル1にして、あっ、ちょっと1人退出しちゃった。はい、じゃあこっち行きたいと思います。カラフルさん、これは私のよく知ってるカラフルさんかな。なるほど。ラミさん、はじめまして、はい。バリさん、多分2回目ですね。今日ありがとうございます。はい、まずいかも。いきまーす。はーい、入れない。でも生中継楽しいからいいや。さあ行くぜ。はい、超楽しいんだけど。今入りました。おめでとうございます。バトルマンからデブ。デブ、もう言ってることにしますね。もう言い方難しい。ギャー、はい、いいなぁ、ラグナ欲しいなぁ。まずいかも。まずいかも。ラグナ欲しいなぁ。ラグナ？羨ましくない？ラグナ。ラグナ持ってます。何ですか？持ってんの？持ってます。いいなぁ。もう最大進化を全然ダメです。こいつ強いぞ。はい。アルミンさん何歳ですか？25歳です。はい。ボード打ってもルームが出ない。25歳は嘘だ。遅い。遅いな。遅いな。反応が遅れちゃった。反応、ゲームに集中してるから。こんばんは。こんばんは。ギャー。デブにつぼるわらわら。あれ、スタンプどこでしたっけ。ガラ様のストーリー面白いですね。スタンプ編成は、ね、マルチ参加する画面の右下にスタンプ編成ってボタンが出てくる。ただ周回してるだけなのになんでこんなに面白いんだろう。さあ、行くぞー。大きい発動。ポキョー。マイルドヤンキーラジオやってるんですか、本当に。見てる。楽しみます。みんな強い、すげえ。ラミちゃんが死んじゃう。ヒールリングをラミちゃんにあげよう。
夢でアップバックで働いてる夢になるおお。現実にしなさい。頑張れ。はい。弱いんですが入ってもいいんですか。いいんですよ。弱い人こそ入ってこい。入ってください。突っ込んでこい。ガラさんごめんなさい。回線落ちました。あ、マジか。はい。次回この次のゲームは全国開放しましょう。はい。奥義発動。コード入れてもルームが出ないから全国開放頼む。多分ね、コード入れた瞬間にね、はい、もう入っちゃって。さらに目開けろ、開けるわ。遅いんだっけ。さあクリア、ありがとうございます。またねー。グラ様やりたくなった。グラ様面白いよ。はい、楽しんで。面白いですよね。すげえ面白い。はい、ちょっともうちょっと、おお、もうちょっとレベル低いキャラでいきます。デブ2体ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだいくぜ。あと3週かな。残念なんですがあと3週になりました。死んじゃった。あっという間です、時間が。そしてこの端末も充電があと 20% となりました。頑張りましょう。星5かぶったらどうすればいいの。うーん、2体目を育成するか限界突破させるか。難しいね。ただ水のユニットだけでクリアしなさいとかっていう、はあ、ある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 。それを考えるとちょっと戸惑っちゃうんですよね。あのミッションの方ね、お気に入りのキャラは、うん、私はやっぱ3剣聖が好きですから。コルセアいいね。いや僕はアルト、アルス、アルト、あのキノコなのでアルトが好きですね。私ちょっとキャラ変えますわ。はい、レグルスじゃなくて、村井さん死んでしまってすみません。大丈夫ですよ。あなたずっとさっき言ってたそれを。あ、もういいよ。本当にもういいよ。こっち全く気にしてないから。ハラミ名前呼んで。ハラミ。ありがとう。お前の名前じゃねえよ。うわ、こんなにこの鳥めっちゃ鳥いる。めっちゃ取った。めっちゃチキンいる。めっちゃチキンいる。やべえ。チキン祭り。さあドン。ハラガルと村井の動画でやり始めた。今ではすごく楽しい。ありがとう。自信のあるやつだけ来い。ガルは相当舐めたユニットで行くぞ。私も舐めたユニットで行こう。さあ一緒にやれて楽しかった。ありがとうございました。 Thank you。 あ、落ちた。読み3体になってすごい。ごめんちゃい、ちょっと端末が落ちてしまいました。すいません、再起します。楽しそう。よし、いやこれでちょっと行くからよろしくね。よろしくね。行ける。マルチ参加じゃねえや。行きますぞ。行きますぞ。オッケー、料理はあと私3回。スペシャルパエリアを、セットさせていただきます。結局私キャラ変えたいんだけどな。そのチキン欲しい。わら、こっちにしよう。行きまーす。はい、出撃。コードの方が入れる確率高そう。これが終わったら次がラストとなります。全国開放。予告通り全国開放。行くぞ。早っ。入ったけど iPhone 電池切れ。頼む HP が586しかない。やばい、頼むみんな頼む。村井さんは何歳ですか。35。42歳です。おい、35だ。ガッツキさん、チュタラさん、イナムさん、よろしくお願いいたします。今の反応早いんだよな。おいひでえな。はい、データのダウンロードが終わっていないプレイヤーがいるため出現機できませんということでちょっと待ちましょう。ハラミさん目が細いってほっといてくれ。グランドサマナー、グランドサマナー図ですよ。入れてみようかな。これ勝てんじゃね。やばい。あれ、奥義キングギルスイング。うわっ、おお。ダウンロードが終わっていないプレイヤーがいるため出撃できません。むむむむむ、やばいやばい、死ぬ。ただ死なないで。やだ、あれ出撃できねえ。みんなめっちゃ必死に使ってる。村井さん何キロですか。82キロです。70です。あ、70です。すいません、ちょっと出撃できないっす。まずいかも。村井さん若いですね。そうですね、そう言われます。もっと年取ってると思われてますね。ハラミンさん、落ちた新刊クエストエクストラクリアしました。ごめんなさい、一回ちょっとバラしちゃいます。出撃できなそうです。動画を撮りましたよ、お楽しみに。じゃあ、あの最後のタスなんですけども、はい、ガッツキさん、チュダラさん、イナムさん、すいません、ルーム解散。ガルシャ最後ですね。レベル30以下だけで来てください。なんでやねん。レベル30以下だけで来てください。はい、なんでもいいです。ガルさん、ありがとうございました。ありがとうす。空前絶後のレベル30以下ですよ、皆さん。全国解放、早い者勝ち。どうぞお入りください。開発1でございます。北海道のキムタクさん頑張って。いや、そういうのはやめてください。でも応援されてるんですよ、ガルシー。ありがとうございます。
なんでそういうのやめてくださいって言うんですか。レベル30以下で来てください。そしたらはい、はい、このメンバーでいきたいと思います。ルディさん、ヤスくんさん、はい、この真ん中は何て読むんでしょうか。はいはいはい、本当ですか。緑、見えない、老眼、桜、桜さん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。出撃、ラスト3回、レベル30以下ですよ。彼は入れんかった、残念だね。あと先ほどちょっと途中で解散となってしまった3人の方、本当申し訳ございません。はい、よろしく。ギャー、ジャスティス、ガルドラストのルームコーナー、これだ。ジャスティスですか、ガルシー。ジャスティス、あ、いいっすね。イエーイ、イエーイ。これでレベル30以下ね。お花見キモいって急に悪口なんだ部長はじめ、やめてください、キモいです。あ、やめなさいよそういう悪口なんでみんな俺の悪口を言うんだ。花見さあ、今みんな必死に、あー来た、あー、うわ、マジかよ。なんだなんだ、どうした、何買った。レベル1、レベル14、レベル24。花見老眼って言うんじゃない、やめろ。よし、まあ、みんなやる気があるんだろ、それで勝つぞ、うん、頑張れ、カル負けんな。お前さん、ハゲ予防してる、してる、決まってるだろ。してる、サクセス、サクセスしてるんだろ。いけ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 、絶対勝つぞ、みんな絶対勝つぞ。ハラミハゲって悪口でやめろ、絶対勝つぞ。さっきあったコメントについてちょっと一個一瞬答えて、よろしくお願いします。赤からに行ったんですか、村井さんっていう質問があったんで。はいはいはい、行きました。いつですか。え、ちょっと装備さしよう。2ヶ月前か3ヶ月前かな。はい、人生初赤から。おお、で、はい、店内にいる間に、うん、ツイッターで英語サーチしてたら、うん、マックス村井来たわらってつぶやかれてました。うわー、やば。どこでどこで、内緒、赤から赤からで店員さんにうわ、やめなさい皆さん。で、その後に同じ店に桐崎英二が来てたらしくて、マックス村井来たのに次桐崎英二来たわらって。行くぞみんな、この店は YouTuber が集まる店かよ、わらすわらすってつぶやいてて面白かった。行くぞみんな、東京にいるんじゃない、わかんない、知らない。皆さん、さあクリアだ、あと2回。落ちました今。落ちました。あ、ちょっと落ちちゃったな、入った瞬間。この放送は動画として残りますか、どうなんでしょう。あれ、ちょっと待って、残らない、編集して残すかもしれません。あ、なるほど。これハラミハゲたら悪口だったんだよ。ハラミの髪型はダメだ、ここがやばいんだよ。あれ、ちょっと待ってください。どうしたか、ラスト1回がハラミサンシャインして入った瞬間落ちちゃったんですよ。うん、これもう鍵、ガルってガチヤンキーなの。そうだよ、鍵が経験値の聖地でも入っちゃいな。ハラミハゲって、もういいっすか、村井さん、俺まで好きなとこやってていいっすか。いいよ、いいっすよ、好きなとこやろうぜ。でも許可下りたんで。私あと2周です。今落ちちゃった方ごめんなさい。アプリがもう切断されたって落ちちゃいました。あ、切断された、ごめんね。多分その人ですね、今ね。ごめんね、せっかくみんなレベル1とかであのね来てくれたのに、俺絶対勝とうと思ったのに。ハラミハゲとるやないかいって、やめなさいよ。この端末何合成したらいいかとかちょっと分かんないから、弱いのちょっと売却していい。いいと思います。売却するんだったら合成した方がいいよな、経験値とか。そうですね、お金があるんだったら。ただ私この端末がどちら様の端末かも分からない状態で、勝手にいろいろ触っていいのかな。強化しとこう。ハラミハゲ、ハラミ老眼、やめろ、悪口の洪水やめろ、俺に悪口を言うな、やめなさい。メンタルがやられるだろ、ゴリゴリに。みんな俺のメンタル削りに来るんじゃない、新年早々。ハラミの髪型愛してる、ありがとう。新年早々ね、うん、ハゲちゃがって、おい、やめろ、悪口だよ俺のメンタル削りに来るのやめろボケの洪水かよ、笑って。懐かしいな、懐かしいそれ、あ、村井さんがハハッと笑ってる。ハラミ髪の毛乗せてるやろって、乗せてるわけねえだろ、俺が電車の中で間違えられたやつだよそれは。ってやったらピューって飛ぶ、飛ぶか、どこの師匠だハラミ髪はどこに置いてきたなって、抜けてきたんだよ、置いてきたんじゃねえよ。すいません、今ちょっと端末私ボックス整理中です。はい、ありがとうございます。俺はメンタル最強言ったな、メンタル最強なんだな。じゃあもう悪口めっちゃ言ってやっかんだそしたらもうメンタル削られっかんだ。ちょっとすごいことが起こりました。どうしたかる、ハラミ美味しい、それは俺関係ねえだろ。やる、老眼、ハラミハゲ散らかし、中身がハラミ悪口言われても嬉しい、変わりました。え、なるほど、違う、多分これ開発の端末だと思うので、自動的にアップデートがかかったのか、目開いてるよ、持っているキャラクターとか変わりました。嬉しくねえよ、なるほど。よし、みんな、ガルは今の一瞬で強くなることができた。ということで、ハラミの心もハゲてる。今から、どこ行きます。よし、私行きますね。はい、あと2回、あと2回。ハラミさんも村井さんも髪大丈夫ですよ。うるせえな、ゾルタやめろ、じゃあ静かしてもらっていいですか。いや、だって言ってくるからはい、じゃあ行きたいと思います。コード発表形式で行きます。ラスト2回です、ぜひともご参加ください。はい、167496、167496、96
なんかもう 俺のなんかもう悪口とそれに対する花火かっこいいかめっちゃ来るようだった。もうグラ様のコメントしてくれみんな。答え始めるからそうなっちゃうんだよ、ね、まあまあでもいやいいっすよ嬉しいことですよ。誰の端末かはわからないんですか、はい、よいよべ。あ、なるほど。うんちしたいよ関係ねえだろ。はい、じゃあちょっと私の話していいですか。あ、いいですよ。端末ご覧くださいませ。はい、どうぞどうぞ。一人目レイさん、うん、いらっしゃいませ。レイさんはフィーナですね。いらっしゃいませ。フィーナ強すぎて超欲しい、羨ましい、はい、MST さん、レグルスですね、ありがとうございます、うんうん、かなこさん、やばいっすよ、うん、モーグ、うん、やばくない、やばい、なんで急に、急にじゃないか、まあ可愛いからいいのかな。そんなかなこさんには私から銀のメロンのプレゼントです。ありがとうございます。参ります。参りましょう。あ、まだレディ押されてない。レディ押してください。 MST さんとかなこさんはかなこレディーをしてください。かなこーかなこー、よし、じゃあみんな経験値のせいちいくぞ。さあ、充電が村井さんの充電が 10% やばい。ただこれなラストですか。あと2回、あと2回 10% まだ持ちますよ。いきまーす、出撃。お、みんな、いや、持たない、みんなフード使ってもらった。かなこー、いや、そう、そう、おめでとう、バトルワンからデブチキン来たわー。ハラミンさんと村井さんの占い動画面白かった、ありがとう。2階の上級行きます。ハラミン、ためとるやないか、うるせえわ。16行きます。え、はい、ガル、バトルワンス開始5秒、カナコ死亡。カナコワンパンスかおい、ももクロのセンター何死んでんだよ。エビゾリのカナコが死んでしまった。カナコやめろ、村井さんおもろい、花火にハゲってやめろ。よし、黄昏に何とかある死神に行きます。グラ様面白いですねって言われてました。グラ様面白いよ。あ、乗ってるかな、上級勝てるかな、この上に乗ってる。カナコが死んじゃったよこれ、アンドレスじゃない。あ、そう、そう、すごい王妃。あれ、これバトル2だよね今、はい、バトル2にもデブ出てきてる。かなこすごくない。え、デブ、デブ、え、バトル1も1出た、出た。あ、すげえ、ワンツースリーでデブ、デブ、デブ。え、すげえ、すげえ、これ超美味しい。ラスニーでめっちゃ美味しいパターン、やった。これ勝てるかな。ハラミ村に殴って、殴れるわけないだろ。ダメだろ、あんた、君さっき俺ハラミキモいって言ったやつじゃん。パワハラだよ、パワハラ。やめなさいよ、なんで村井さんのこと殴らせようとするんだ。かっこいいこれ、え、やべえこの、え、すげえかっこいいこの奥義、欲しいこのキャラ。ど、ど、誰だ、誰だ、光の新しいやつ、フィーナ、フィーナ。あー、なるほど、めちゃめちゃかっこいいフィーナ。出ないんだよな、僕もね、ガチャ引いたんですけど出なかったんですよね。さらにハゲとるやないかい。こっちたらラグナの奥義だ。村井さんの動画見てグラサマ始めました。楽しんでください、ありがとうございます。いくぜ、いくぜ、よろしく。デブ3体確認、ね、素晴らしいな。シング落とすと、シングみんなで、お、村さんの顔見てください、ありがとうかなこは死んでからスタンプも何も送ってこなくて、はい、ずっと死んだまま、あなたは本当に大丈夫か、いるのか、かなこ生きてるか、かなこ、かなこ、かなこ生きてるか、生存確認をさせてくれ。あー、スタンプ押してくれた最後に押してきたよ、スタンプありがとう、最後に押してきたよ、かなこ、ありがとう、セキュー、スタンプありがとう、かなこ、おいしくない、おいし、あー、やべえ、デブさん、デブさん、すげえ、じゃあ落ちたじゃないですか。さあ、そんなわけであっという間なのですが、はい、最後の1回となりました。さあ、みんなラス1だ。あ、これ信号落ちたっぽい、みんな、やった、マジ、これいけるかも、裏山わかんない、来たっぽい。今回この放送、グラ様の運営の皆様にご協力いただいて、はい、銀鳥の鍵と、うん、タスモンの鍵、それぞれ20回分をいただきました、はい、次が私最後でございます。ありがとうございます。コード発表形式でいきたいと思います、はい、ぜひとも放送ご覧になっている方飛び込んできてください。飛んでください。弱いキャラでも大歓迎でございます。どうぞお願いします。333145、いい、333145、いい、カバドン、カバドン、ブッチさんを絶対に死なさないから。ガッチさん、ブッチさんです。あ、ブッチさん、はい、ガッチさんかと思った。おお、ラスト一戦です。これだから生放送面白い。おお、生放送面白いね。やばい、危ない、早い。お、清純さんが2回目だ。お、清純さん、はい、ありがとうございます、清純さん。まず1人目、浦浦さん、
今日何回か見ましたね、このキャラ。アシュトト。アシュトト。めっちゃ強いやんけ、アシュトト。新キャラですかね。新ユニット。そして、聖純さんが、ヨミ。ヨミ、強い。欲しい。欲しい。ヨミ、欲しい。強い、お強い。で、ハニワさんが、このキャラが、セリア。私はあんまりこのセリアさんに対しては詳しくない。はい。奥義は氷結状態にする。お運営さんありがとうございますってコメントが来てますね。スキルで相手の与えるダメージは 15% ダウンですって。強くないこいつ。いいな、セリア。新キャラで花火に出ないのって出るわけねえだろ。がっかりだそんなの。最後なんで、この端末に使われている、はい、端末に入っている銀のメロンをプレゼントしましょう。はい、ありがとうございます。やって、では準備よろしいようですね。はい、ラストバトルいきたいと思います。あ、まだレディーをされてない。レディーをしてください。聖純さんが銀のメロンを見てきっとなんかチャーハンがいきます。おい、ラストスタート。いきなりデブきた。デブきたー。いけ、畳み込め。おめでとう。こいつ強いぞ。やれる、俺たちならできる。ガルが戦ってる。ガル頑張れ。いけー。おー、すげー。どうした。なんだ、何があった。何があった。どうしたんだ。一緒に召喚師がさらに召喚したみたいな。それミニキジーですよ。やばい。ミニキジーなんか召喚するじゃん。あ、そう、ミニキジーみたいなやつ。ミニキジーみたいなやつですか。やばい、やばい、やばい。ブツさんごめん、ブツさん言ったらごめん。あ、ブツさんごめん。新キャラでハラミ出たらこれやるわって言うんですよ。出ねえ、絶対出ねえ。絶対出ねえ。さあ、行くぞ、バトル。出ないけどやってくれ。ブチさんやられちゃったからし。ブチさん、スタンプで応援してくれ。はい、応援してくれ。あ、やられちゃったのか、ブチさんは。そうだ、まだみんな終わったわけではない。あ、ブチさんからガルシ、ガルさん死んでごめんなさいって。おい、ブチブチさんからコメントが来てる。おい、ブチブッチ、ガルさん死んでごめんなさい。スタンプで応援してくれ。よしよしよし、応援してくれ、ブッチさん。まだ始まってね。ラストバトルだー。ラストバトル、いけ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 、やばい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 、負けたくない。コンティニューしてあげなよ。コンティニューできましたっけ。できんか、できんか。そうなんですよ。このゲームって面白いですか。面白いですよ。イクラさんも面白いですよ。どうしたガルシ。やばい、キジ待ち、キジ待ち。帰ってくる、キジ帰ってくる、あと2ゲームくらい帰ってくる。帰ってこい。アマドンだ、あと1000くらい。ブレイク、帰ってこーい。オーケー、よし。どう、こっちもいいぞ、こっちもいいぞ、こっちもいい感じ。オッケー、ブレイクできた。カロス、どう、今のところいい感じですね。生放送面白い、ありがとう。ブッチ以外は、ブッチ以外はね、ブッチ以外は大丈夫です。ブッチが大丈夫だね。あ、ブッチ。でもいい勝負してたぞ。いい勝負してた、ブッチさん。頑張れ。ありがとう。スタンプで会話される。生放送おもろい。ありがとう。部長はじめ、あんただからさっき俺のことキモいって言ったやつじゃないか。何が生放送おもろいだよ。本当に楽しんでるとか言ってた。さあ、頑張れ。ラストバトルだ。最後の戦いだ。ギャルさん、村井さん、そして運営さん、ありがとうございました。俺はい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 。俺は、俺は、ヤタガラスどうしたどうしたどうした、なんだなんだ、ヤタガラスが、ヤタガラスってなんだよ。その叫びは何なの。クリアー、ありがとうございました。村井さんにやっと入れた。あ、嘘つけ、あんた。コウヤくん、コウヤくんはさっき死んでごめんなさいってずっと言ってた人。ずっと言ってた人。あ、死んだ死んだ。目開いてるわ。さあ、ラストバトルはデブ2体という、とてもうるせえな、あいつ、あいつうるせえな、やばい、あいつうるせえな、マジで。あと300、あ、死んだ。あのマイルドヤンキーうるせえな。ガル死んだ。お疲れ様です。ガル死んだんですか。しょうがねえんだよ、みんな弱かったからしょうがねえんだよ。死んだんだったらちょっとブッチに謝ってもらっていいですか。ブッチ、お前先に死んだのに結局死んでごめんな。ごめんな、ブッチ。ごめんな、ブッチ。マルデアンキーが死んでごめんな。ブッチ、ごめんな。はい、そんなわけで、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。見事
と全てははい、全ての、私の端末に入っていた、運営の皆様からいただいた銀帳の鍵200個、はい、全てなくなりました。そしてガムの端末に入っていたタスモンの鍵60個全てなくなりました。お疲れ様でございます。全部20周ありがとうございます。20周ね、落ちちゃったりとかもしちゃったんですけど、清純さん、村井さん2回目ありがとうございました。いや、ありがとうございます。今回はですね、こちらの番組、うん、メタルチキン三剣星、私たちのことですよ、うん、はい、我々三剣星、何を今さらこの番組タイトルにあるメタルチキン三剣星とは我々のことですよ。知ってますよ。そうですね、私たちから皆様にメタルチキンをプレゼントということで、うん、開発の方にご協力いただいて、うん、たくさんの方とマルチをさせていただくという番組をやらせていただきました。はい、合計で何人ぐらいと遊べたんだ。1回3人だとして、うん、かける20だから、まあ、かぶりがあったとしてもまあ50人ぐらい、はい、延べ60だ、おそらく100人ぐらいの方と、マルチできたのかな、うん、いや、楽しみございました。ありがとうございました。ありがとうございます。感想を聞いていきましょうか。はい、じゃあまずは、プレイはしておりませんが、はい、番組を、コメントを読み上げたりとか諸々で盛り上げていただいたハラミンさん、はい、コメントの中で急に悪口を言われたんですけども、その人が生放送面白いって言ってくれてよかったと思います。おありがとうございました。はい、ごめんなさい、画面つなげなかったんですけど、ずっとタスモン回っていただきました。ガルです。ガルとガルです。一応ですね、いろんな縛りを最後の方入れさせていただいたんですけど、それでもみんな勝とうという意思がね、もうアイテムの使い方とかで、装備の使い方とかで伝わってくるわけですよ。そういう戦い方っていうのはまた一つグラ様を楽しくさせるなっていうのはちょっと今日学びました。ありがとうございました。はい、私も楽しみございました。願わくば自分の端末でやりたかったですね。その通りですね。本当そうですね。見ますこれ、ユニット一覧、この量やばくない、この量いいよ。これ開発の人これ使って強化したら怒るからな。そうだぞ、ダメだぞ、使うなよ、売却しろよ、開発の人。超羨ましいんだけど。ツイッターで上げろ、もう売却しましたって。そうだ、ツイッターで上げろ。15秒ぐらいの動画を上げろ。売却するだけの動画。はい、売却するだけの動画。今回ゲーム、プレイしたゲームはグランドサマナーズ、略してグラサマでございます。はい、とても楽しいゲームで、ぜひとも皆様に遊んでいただければと思いますね。はい、まだリリース間もないゲーム、はい、なので、これからの、アップデートとか、さまざまなものにもご期待くださいます。今日はご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。